iPhone ユーザーの皆さん、急速充電で iPhone 充電してますか？何？してない。なら、この動画必見です。今日から YouTube スタート。自身の映画道を歩み続け、早18年。あの日、一つの決断をした。それは、自分自身が表舞台に飛び出すことだった。この記録は、人生をかけた熱い熱い挑戦だ。さあ、準備はいいか、監督。お前の底力、見せてみろよ。本番行きます。よーい。カメラ OK、音 OK、役者 OK、よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。先日出しました。こちらの動画、タイアップ動画、こちらの充電器を紹介させていただきたいと思います。紹介する前に、急速充電、皆さん知っておりますでしょうか？ざっくり説明しますと、高出力で電力をデバイスに供給することによって、iPhone、Android などの充電時間をかなり短縮することができます。要するに、時短ガジェットとなっております。今回ですね、紹介するこちらの商品なんですが、iPhone ユーザー限定の商品となっておりますが、ぜひ Android ユーザーの方も今の充電環境を見直してみてはいかがでしょうか。監督もですね、ちょっと古いんですけども iPhone 8 Plus を使っております。この iPhone なんですけども、通常のものと今プロ版というものが発売されておりまして、プロ版を使っている方はですね、今の環境このままで十分だと思われます。それ以外のですね、通常の iPhone を使っている方、現在ですね、コスト削減のため iPhone 12以降はですね、充電器がついていません。まあ、監督もなんですけども、確か購入した際についてきましたのがこちらのですね、5 Ampere のものが最初からついておりました。ですが、これ使ってる方切り替えた方がいいです。あとですね、100均の充電器使ってる方、この100均を使ってる方はですね、3つのデメリットが含まれております。1つ目、 1A もしくは 2A がほとんどです。数値から見ても明らかにパワー不足となっております。2つ目、 MFI 認証ですね。この MFI とは何ぞや、 Apple ユーザーなら必須です。 Apple が定めた基準を証明するバッジみたいなものです。まあ、要するに安心して使えますよというですね、認証品です。もちろんこの商品にも付いております。3つ目、データ転送。だとおそらくついていないものが多いのかな。例えば画像や動画など重いデータを Wi-Fi で飛ばすのではなく、本体とケーブルを使って転送するものですね。もちろんこちらですね、データ転送対応しております。なので100均を使っている方はですね、この機会に切り替えてみてはいかがでしょうかと言ってるんですけども、監督もですね、100均の充電器を使っておりました。まあね、やっぱ安さに惹かれる時期というものがやっぱあるんですよね。で、実際に使ってみてですね、接続してもね、あれなんか接続不安定だなとか、いつの間にか壊れていたりとか、予備や気を要するなら100均でもいいかと思うんですけども、長く使うのであれば、それ安物の銭失いです。クンティスから出されております急速充電器、内容はとてもシンプルでございます。まずは説明書でございます。説明書は基本性能が書かれているシンプルなものとなっております。充電器、ザ・シンプル、クンティスのメーカーロゴがついております。このコンセントの穴、同時に2つ急速充電することができます。そしてじゃじゃん、2本ついているということであれば、もちろんついております、おなじみライトニングケーブルでございます。反対側は USB となっております。で、監督がですね、今回ピックアップしたい点はパワーデリバリー 3.0 対応。パワーデリバリーって何？調べました。パワーデリバリー PD と呼ばれております。こちらは USB による急速充電の国際標準規格となっております。前はですね、各メーカーから急速充電、高速充電なんてものもですね、作られて、まあ、ユーザーとしては早いのかなみたいなね、いろんなメーカーから出されていたんですけども、いや、それじゃあダメだろうというわけで、 USB 関連の使用統一化しよう、策定しようというわけで、こちら2015年に作られました。現在のニーズに合わせた大容量で急速安全な充電を可能にすることを目的として策定したのが USB PD 規格、ま、公式みたいなものです。はい、というわけでですね、規格対応機器同士が通信して電力の自動調整最適化されているものとなっております。こちらの登場によってです、従来対応できなかったタブレット、ノート PC など大きな電力を要する機器に対応できるようになりました。不安点を考えてしまう方、おられるかと思います。監督もその一人でした。確かに、満充電をしているにもかかわらず、そのまま充電を続ければ、熱によるダメージが蓄積して、ダメージはあるかもしれません。だが、しかしですよ、皆さん。最新の電子機器は、満充電になると、
それ以降充電をしないような仕組みにもうなっております。安心です。はい、というわけでですね、この高速充電3つのポイントがあります。この3つ全て揃わなければ高速充電することができません。まず1つ目、本体は高速充電に対応しているのか。 iPhone ユーザーの方、 iPhone8 以上だと最初から高速充電対応です。それ以下の iPhone を使っている方は申し訳ないですが、こちらを購入しましても高速充電にはなりません。続きまして、充電ケーブルは高速充電に対応しているのか。はい、監督が持っているものは高速充電ではありません。もちろん今回紹介する商品は高速充電可能な USB ケーブルです。続いて、充電器は高速充電に対応しているのか。監督の使っているこちらはもちろん対応しておりません。このサイズの小さいものを使っている方、こちらに関しては 0.2 アンペアのものとなっております。で、今回クンティさんから AC100 から200ボルト対応となっております。マックス 2.4 アンペアまで上がります。というわけで、iPhone8 以上の本体と対応している USB ケーブルとこちら充電器、この3つが全て高速充電に対応している状態であれば高速充電が可能となっております。こちら注意してください。どれか1個でも欠けてしまいますと高速充電もどき、まあ普通の充電となっております。こちらの充電器なんですが、安心安全設計です。最新技術のスマートチップ内蔵、過充電、過電流、過放電、過熱、過充保護機能が搭載。こちらのサイトにはですね、通常の iPhone の充電器より3倍から4倍速くなる。ほんまかいな。というわけでですね、監督の iPhone8 プラスどれくらいスピードが速いのか、通常のものと今回ご提供させていただきました充電器でテストしてみたいと思います。では、どうぞ。他にもですね、いろんな機能が上回っております。まず最新技術 C94 端子、こちらもですね常にバージョン上がってるんですけども、おそらくその肉眼で見てもそこまで分かる。あとはこのこれいいですね。最初からついて使わないときはこうつけることができます。長さがですね、両手を広げても 2m ですね。この長さはですね、折り曲げに耐えれる耐久性がある USB-C ライトニングケーブルがついております。入力は100から240ボルト、出力は最大 20W、 ほとんどの標準電源コンセントで対応できます。注意点としましては、先ほどもご案内しましたが iPhone8 以降で採用本体でございます。こちらの機種に関しては残念ながらですね、このアダプターとケーブルを使っても高速充電にはなりません。通常の充電は可能です。はい、というわけでですね、現在の販売されております Apple デバイスではですね、この高速充電かなり対応可能です。今回紹介させていただいたのは iPhone8 以上のねユーザーの方、通常のですね安いやつとかね使っている方はですね、ぜひこの機会に充電環境を見直してみてはいかがでしょうか。監督もですね速攻で買いました。パワーデリバリー 3.0 対応の充電器セット、この機会に購入してみてはいかがでしょうか。はい、というわけでですね、この監督ラボでは、ね、こういったおすすめしたい商品を徹底的に内容を深掘りして紹介しております。最近はですね、本当ありがたいことにですね、案件動画を結構もらっております。まあ案件動画と言われましてもですね、監督の徹底的なリサーチによっていい点デメリットの部分に関してもですね、しっかり紹介しておりますので、ぜひとも今後のご購入の判断の検討材料として見ていただければなと思います。またですね、一般の人にも分かりやすいようにですね、紙見砕いて説明しておりますので、もし興味がありましたらこの監督ラボチャンネル登録をしてお待ちください。ではまた次の動画で会いましょう。こちらの充電器を紹介させていただく、長く使うのであれな、こちらですね、3つサムネイル、サムネイル、どうでも充電器でもこういった中で照明をガッツリ当てて環境を変えよう、環境を変えよう、レベルアップ、レベルアップ、大丈夫ですか。